お、知らせゴールです。今日はトーナメント第2回戦の第2ラウンド始めたいと思います。始めていきますのは、今回ソルト係長代理チームとスパークチーム、これがガッチェスを倒すっていうね、これももうタイムアタックなんで、もう最速クリアを目標にやっていきたいと思います。ではね、早速見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずソルト係長代理チーム、これはまずはね、ソルト係長代理リーダーで、次はレイヤ君ですね。あとは、マナト君、この3名でやっていきます。で、次にスパークチームが、このサンドの飯、これカビギラーって言うんだね、カビギラー君と、あと、ダース君、この3人ですね。スパークチーム、この3人でやっていきます。キャラクター見ての通りね、ちょっとお互いに、まあ、ロイズ以外は別のキャラ選んでてね、そこら辺がまあ勝敗にどう響いてくるかっていうところになりますね。まあ、ここら辺はまあガッチですね、敵のまあ上下左右のこの隙間にキャラクターをこう入れていくと、でダメージをいくらか当てれるかっていうところになってますね。まあ、ゲージを見ると結構タフだからね、敵が若干っていうかね、もうこれでまずソルト係長代理チームね、これが先行していきます。あ、でもこっちも追いついたね。友情コンボと縦勘で、薄い縦勘でこう追いつきましたね。これほぼ一緒で、ソルトチームが今亀と遭遇しちゃいましたね。これがどう響いてくるかで、このね、このガッチェスのね、まずはこの周りにいる雑魚敵もね、結構硬い。だから若干のその隙間に入れていって雑魚処理していくっていうのも大事ですね。うん、そうね。このヒミコの位置はね、このクロスレーダーのね、ところでいいですね。雑魚が固まってないから友情コンボで雑魚にどう当てる。あ、いいね。これでスパークチームがね、若干先行ですね。まあ、亀の分もあるけどね、まあ、そこら辺は、まあ、そこまでね、影響ないでしょう。あとは、この感じですね、右上の方に滑る分も、2番目のね、このカビギラ君の位置がね、まあ、なかなかいい。まあ、貫通だから、まあ、友情コンボに当てていくスタイルですね。まあ、貫通2体いるっていうところが、スパークチーム、これどうなのかなっていうところですね。キャラの設定的にはどうなんだろう。タイムアタックだから、このゲージのないこのアーサー、そこら辺も混ぜていってる、結構強いかなと思いますね。うん、まあまあスパークチームね、若干先行するんですね。うん、まあダメージオールとかね、あんま気にしないでね、どんどんキャラって削っていくっていうのが大事かもしれないね。あ、素晴らしい。ロイズやっぱ強いね。あそこね、一番いい位置にいた、うん、マート君のね、ロイズが一番いい位置にいた。ただ若干このね、スパークチームは先行してるから、そこら辺でね、あ、でもこれ結構競ってるな、追い上げてきてる、ソルトチームが。うわ、やっぱ強いな、ロイゼのこのロイゼが強い、本当に。この面でも大活躍だね。はい。はい、スパークチームはね、ラウンド進みました。あ、でも追いついてる。あ、逆にね、抜いたね、ソルトチームがね。これで、差し出せが、うん、まあ寄せてった感じだね。それでマナとこのソルトが入っていって、とりあえずちょっと触れていくとね。はい。やっぱこのね、ガッジェスの隙間の中に入っていくっていうのは上出来ですね。ああ、でもね、いいかもしれない。この貫通タイプできれば、ダースとカビキラーの位置が逆交互になって、その貫通
カンカンとこの反射と分けた方が良かったかもしれない。まあただこれはこれでいい、この布陣はこの布陣でありだ。一回ソルトを打ち出たか抜いたかって思ったけど、スパークチームがいい感じにこうね、こうすり合わせてきてるね。これほぼ一緒でしょ、これ一旦で倒せるもんね、お互いにね。うん、そうだね。これでしっかりほふって、まあ、ほぼ同タイム、ほぼ同タイムね。ただ一旦引っ張るのが早かったのかな。でここでマナト君がストライクショット、これいいタイミングで打ったと思う。これは結構ね、ベストタイミングだったね。これで半分削って次にバトンタッチって言われて、でスパークチーム、あ、ここでドラゴンスピリット、ゲージが結構拮抗してるね。これもう次のターンかな、次のターンで決まってくるかな。次のターンはダース、ダースこれロイズ打つ、これでアーサーのソルトのアーサーが、あー、ちょっと勝負あり、届かなかったね。ソルトアーサーこれ言ってたら多分これ勝ってたかもしれない。ソルトがここで、まあ、通常の引っ張りでいけると踏んだんだろうね。そこがちょっと勝敗が分かれたところでもあったかもしれない。なるほど、まあ、結構ね、量的にはもうコンマとは言わないけど、ほんと 4,5 秒ぐらいの、これもまあ僅差の戦いだったんじゃないですかね。と、うん、いうことで、まあ、今回こう本当に僅差、まあ、ストライクショット打つか打たないか の、 その判断も結構難しいところであったけど、まあ、今回、まあ、スパークチームの勝利です。まあ、なかなかいい試合だったと思うんだけども、このまあ、勝負はね、まあ、時の運と、まあ、あとは判断、一瞬の判断とかで、まあ、こうなってくると、まあ、今回2回戦目だったけど、次の3回戦目あと決勝とね、シビアな戦いになってくると。ここら辺はもう、まあ、1回戦2回戦で培ったこの経験を生かして、まあ、ミスと判断ミスとあと打ち合わせの、ね、重要さ、そこら辺をまあ理解した上で進めていっていただきたい。まあ、残りね2回戦もあと1ラウンド、隊長対次鋒、ね、この戦が残ってます、まあ、これも、まあ、すぐにね配信していきますんで、もうその次第3回戦準決勝ですね、お会いしましょう。じゃスパークチームね、準決勝おめでとう。だからね、負けたソルトチームね、まあ、次の大会まで備えて引っ張り続けてください。以上、ありがとうございました。アムロ、行きます。いつも見に来てくれてありがとう。まだまだチャンネルは続くから、がっつりまた見に来てね。